皆さんこんにちはデンタルライフデザインチャンネルですアシスタントの道博です本日は東京都中野区でご開業されているエムズ歯科クリニック様にお邪魔しております皆さんこんにちは歯科医師の新井ですよろしくお願いします 今回は矯正の歯科実行コーナーということでこちらの質問をいただいておりますアライナー矯正でなぜ歯が動くのかその理由について教えてくださいということで先生いかがでしょうかはい、えー、マウスピースで歯並びが治るってちょっと不思議な感じがしますよね、はい でその理由なんですけれども実は歯というのはです、ねえー、最小だと 15g1 円玉10個の重さで押すだけで歯並びって変えることができるんですね。で骨の中ではどういうふうになっているかというとですねこちらのイラストのように歯がが骨骨にぶつかったところでは骨は吸収が始まりまりすその骨吸収はだいたい1日から2日で起こります。 で逆に歯がこっちに動いたんだったらこっちの隙間っって開くんですねこっちには新しい骨が添加されます新生骨ができるんですけれどもこれは大体その時間のずれで、まあ、少し矯正治療中というのは歯がぐらぐらした感じになるんですけれどもそれは逆に言うと歯が動いている証拠になります。 ありがとうございますなんかすごい不思議な原理だなと思ったんですけど、はい、アライナー矯正だと結構枚数を使って、はい、動かしていくと思うんですけど、はい、1>, 1枚のプレートってどのくらい動くんでしょうかこちらの図にあるようにですねマウスピース1枚ではですね、まあ、単純に刃を上下左右にこう動かすだけでしたら0.25ミリ動かすことができますだから4枚のマウスピースを使ったら1ミリ動く感じですね。 それに対して、まあ、歯があって歯の根っこ頭として根っこだけをこう振るのは1枚で1度です一度、はい、逆に、えー、根っこ以外ですねただ回転させるとか傾斜させるとかそういうことであればですね1枚のマウスピースで2度回転させることが可能になっています、うん、この写真のようにですね歯が90度曲がっちゃってるような場合は 90÷2 度ですから 90割る2で45枚のマウスピースがあれば元の位置まで回してくることが理論上可能になっています、はい、ただ実はですね、はい、マウスピースも動きやすい動き動かしにくい動きっていうのがありますこのイラストを見ていただいた通り一番右側のですねルートトルクとか悪化って書いてあるような動きはマウスピース実は苦手なんです歯を 歯茎の中に押し込む動きというのは苦手なので、えー、実は思うようには動いてくれないことが増えてきます逆に傾斜移動とか停止というのはですね非常に予知性が高く予測実現性が高いって言い方をするんですけれども期待通りの動きになってくれますので、えー、計画通りに歯が動いてくることになるかと思います、うん ありがとうございます。はい、とっても詳しく教えていただいたので、分かりやすかったです。ぜひ皆さん、明日からの患者さんのご説明にもぜひご活用いただければと思います。最後まで動画を見ていただきありがとうございました。これからも皆様のご質問にお答えしていきます。質問がある方は質問ホームよりお願いします。この動画が良かったなと思われる方いいねボタンとチャンネル登録お願いします。それではまた次回お会いしましょう。